フローレンス・レナ・セービンは、アメリカ合衆国の医学者である。女性科学者の草分け的存在であり、ジョーンズ・ホップキンス医学校で最初に教授になった、女性、全米科学アカデミーに選ばれた最初の女性、かつ、ロックフェラー医学研究所で最初に部長になった、女性である。医学から引退すると、コロラド州で、公衆衛生の活動家として新たな経歴を始め、 1951年には、その業績で、メアリー・ウッター・ドラスカー公益事業賞を受賞した。アメリカ合衆国議会議事堂の国立彫像ホール、コレクションに収められている製品の銅像製品は1871年11月9日に、コロラド州、セントラルシティで生まれた。1893年に、スミス大学を卒業し、ジョーンズ・ホップキン水学校で学び、 そこを卒業した最初の女性になった。1902年、ジョーンズ・ホップキンス医学校で解剖学を教え始めた。1917年に組織学の教授に指名され、医学校で教授になった最初の女性となった。1924年、セービンはアメリカ解剖学会の最初の女性会長に選ばれ、全米科学アカデミーでは最初の就寝女性会員となった。 1925年9月、ニューヨーク市にあるロックフェラー医学研究所で細胞学研究部の部長になった。その研究は、リンパ系、血管と血球及び血核に焦点が当てられた。1944年、セイビンはコロラド州知事ジョン・ビリアンの養成で6年間の給食を入れ、健康に関する小委員会の委員長を務めた。このことで、セビン健康法が生まれ、 州内の公衆衛生を近代化することになった。1948年、デンバーの健康と事前の監督者となり、医学の研究に、その給与を寄付した。セービンは1951年に再度退職し、その年の10月3日に死んだ。1959年、コロラド州は、アメリカ合衆国議会議事堂の国立彫像ホール、コレクションに、ビンの銅像を寄贈した。 2005年、ジョーンズ・ホップキンス医科大学はその4つあるカレッジの一つに、セービンの名を冠してその栄誉を称えた。ありがとうございます。